どうも、この丸です。キータロです。キータロ TMI なんですけど、今日夕飯に春巻きを作りました。いや、なんか私さ、春巻き作ったことないかもしれんと思って。うん、まあでも春巻きって言っても、まあ、春巻きのようで春巻きじゃないっていうか、うん、春巻きの皮を使って、まあ、中具材は何でもありみたいなやつ。うんうんうん。何入れたん？なんか今日は豚肉とチーズ。いいね。そう、いつもはねベーコンとチーズをよく作るんだけど。うわー、そう、まあおつまみみたいな感じかな。いいね。なんかすごいいいね。なんか私も顔なんかさなんか餃子はね結構作るんだけど、うんうんうん、春巻きの皮買ったことないわと思って、なんなら。あー、なんかね、僕そう、春巻きの皮が安い時によく作るんだけど、なんか春巻きの皮で巻いただけで、なんかちょっとなんか良くなるみたいな。いやー、でもそうかもしれん。なんかさ、いいよね、私春巻き大好きなん。うん、わかるわかる、俺も。あのパリッと感でしょ。うん、パリッと感。うわー、ちょっとやめてよ。でもほんとご飯作ったし嫌いだからさ、作んの。本当に。いや、俺は別に好きじゃないよ。いや、ほんとできることなら一生作りたくないんだけど、もうさ、作らざるを得んから作っとるんよ。いや、でもいいな、まあ、う、ね、うん、春巻きならなんかちょっと楽しんで作れそうな気がするわ。あ、そう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 ね、ほんとさ、あの中華料理とかに出てくるさ、あのトロトロのさ、なんかね、あんみたいなのはもちろんね、作ったことないけど、うんうんうん、なんかほんとになんか自由だからさ、具材なんて何でも美味しいからさ、うんうん、まあ、巻いて焼いちゃえば。うんうん。そう、なんかいろいろ楽しめると思う。うわー、確かに。すごい勉強になるわ、ありがとう。ぜひお試しあれ。じゃあ、皆さんにも聞いてみようかな、そのなんか、おすすめの具材みたいな。あー、もし中に入れてたら。あと、餃子の皮の応用編も、うん、なんかぜひ。あー、餃子の皮もね、確かにたまにやる。いいよね。なんか、餃子の、うん、普通に餃子作ることもあるけど、なんか、また豚肉なんだけど、豚肉とシソを巻くん。豚肉とシソの、そう、豚肉にシソ巻いて餃子の皮巻くん。うんうんうん。わかるわかる。そう、なんか、そうそう、全部包むんじゃなくて、適当にざっと挟んで、ジュッて焼いてみたいな。いや、わかるわかる。めっちゃいいよね。簡単でね。めっちゃいい。そう、ポン酢で食べるん、めっちゃ美味しい。あー、もうほんと、ポン酢大好きな。私、ポン酢大好きな。知っとる。なんか結構いいポン酢買っとったよね。ポン酢はほんとストック3本買ったから、もうなくなると腹立つから。いや、ストックありすぎでしょ。最近ポン酢とさ、あの大根おろしのなんかおろし、なんだろう、なんか大根おろしが入ったポン酢みたいなのもあるんよ今。え、そうなん？え、すでに入っとるん？なんかでもポン酢コーナーにはなくて、なんか焼肉のタレコーナーにやるんよそれって。へえ。そう、でもその酸っぱい系のやつで、もうそれの私、このどちらも楽しむっていうの最近やってるから。うん、いいね。大根おろしとポン酢か、絶対美味しいじゃん。大根おろしって最強だから。本当に。最強だけど、家では吸ったことないな。ああ、だからそういうなんかその、もともとできてるやつ使うといいよ。うん。ああ、いいね、いいね。本当に。本当ご飯作りたくないけど、すごい食べたい。わかるね。ほんとね。ほんと私、ピザすっごいちっちゃいの3枚ぐらいしか食べてない。すっごいちっちゃいやつ。ほんとに今日。ちゃんと食べて。じゃあ今日は BE:FIRST がスワロフスキーのホリデーコレクションをまとってハーパーズバザーのインタビューに答えてたので、そちらの話していきます。まず何よりさ、ビジュアルめちゃくちゃ良くない？いや、ほんとに。なんかさ、この雑誌とか、なんかよく思うんだけど、アイドルのさ、そのビジュアルでよく思うけど、雑誌のやつが最強説ない？そうなん。雑誌、めちゃいいよね。同じこと言った。なんだろうね、なんかある種ちょっとトンチキなヘアとかしたりするからさ。うんうんうん。例えばさ、まあ、この、全員で写ってるやつとかもめちゃくちゃいいし、まあ、その時点でちょっと、まあ、リュウちゃん、この、なんだこの見たことないふわふわの、なんかくるくるの、まあ、ふわふわではないか、くるくるのなんかさ、スタイリングされたやつと思ってさ。うん。でさ、なんかその、3人で写ってる、もうほんとスワロフスキーをめちゃくちゃさ、まとってますよみたいな状態のやつのリュウちゃんとかさ、星ピンみたいなやつつけてて、ってなってすっごい可愛くない？ねえ。そうなん。ピン止めって言わないか今もう、なんかさ、なんか。
星のね、なんかクリップみたいなつけてて。うん。うん。めっちゃいいよね。ねえ。でもこれ、まあでも確かにこの髪型は、アーティストのアルバムでは確かにやらんから、シングルとかでも。うん。雑誌ならではちょっとならではだね。うんうん、確かに。でもなんかさ、その表情もさ、なんか、スッキリだっけな。なんかさ、情報番組でさ、この映像とかもあったの、うん、まあ見たじゃん。うん、なんかそのやっぱ引き立たせるような表情したんでとか言ってたんだけど、確かになんかその目線を下に下ろしてとかさ、うん、結構アンニュイな状態、まあ、例えばレオくんとかジュノンとかすごいアンニュイなやつとかってなんか見たことないと思って、こんな感じねえ。いや本当なんか大人っぽいしさ、なんだろうね、このやっぱ雑誌特有のさ雰囲気っていうか空気感っていうか、うんうん、そうすごく良いよね。いやそうな、なんか上質な良さ、なんていうのね、なんか上質だよね、うん、上質。やっぱジュエリーだからなおさらっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、うんうん、ほんとさ、だってマナトとソータでさ、ソータがマナトの肩にちょっとコテンとやってるやつとかもやばくない？そうな、めちゃくちゃいいよね。なんかすごいなんかね、ときめくん、なんかえーってなる。そう、なんかソーマナ劇場の映画みたいな。ああ、ポスター、ポスター。そう、映画のポスターな。でも中身どうせあのふざけとるんやろ。まあ、そうそう、中身はふざけとるよ。コメディだから。あ、コメディでこんななんかシリアスなお顔、それめっちゃおもろいやん。そうな、それギャップなんよ。でもなんかいいね、なんかさ、私スワロフスキーはさ、うん、そのお店に入ったことすらないというか、なんかね。うんうんうん。そうそうそう。あんま知らなかったんだけど、なんか結構こういうさ、いろんなゴージャスなやつがあったり、なんかいろいろあるんだね。うん。ね、そうだね。結構ボリューミーな、結構ゴツゴツっとしたやつもあるしね。あ、そうそう。なんかさ、割とアーティスト向きっていうかさ、うん。もちろん個人でつけても可愛いけど、なんかキャッチーな感じ。キャッチーっていうかなんて言うんだろうね。うん。なんか結構目立つような感じだから、すごいいいなと思って。確かに結構わかりやすいモチーフなのが多いね。うんうんうん。だしなんかすっごいさ、私、スワロフスキーってさ、なんかすっごいこれめちゃくちゃ高いと思ってたら、なんか意外となんか買えそうな、手に届きそうな感じの値段、価格帯だなって思って、それもなんか知らなくて、なんかまんまとハマっとるんよ。確かにね、ジュエリー的には、ね、そこまでね、すごい値段高いわけじゃないから、割といいね。なんかちょっと頑張れば、みたいなね。うんうんうん。いい感じになんか、同じもの身につけたいみたいな、できそうだよね、ちょっとね。あー、そうだね、確かに。だってあれだもんね、公式サイトに行ったら、その彼らの特設サイトがあって、もう本当にまた別ショット、そのハーパーズバザーのインタビューとまた違うショットとかってさ、うん。ね、角度が違うって感じだけど、それすらもさ、やっぱ見たいわけじゃん、オタクは。そうね。そう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 。ちなみに、ハーパーズバザーのやつはさ、ねえねえ、ハーパーズバザーが言いづらいのはもう分かってますよね、皆さん。そもそも、はい、そもそもなんて読むか分からなかったんですよ、私、この雑誌ずっと。読めねえってなったよね、マジで。そう、俺なんか初めて知ったから、雑誌自体。ちなみに、ハーパーズバザーのインタビューの方の、なんかショットだと、シュンとすごいね、また下向いた感じのさ、まあ、あの、紅白でも一緒だったけど、あの、隠れ目の、片方目見えんやつの、うん。髪で隠してらっしゃるやつで、アンニュイがすごかったから、本当に。ねえ、いや、これ、マジでシュンと、マジ久保先輩だよね。うん、そう。なんか、両家は両家ですごい難しい帽子をさ、うまく着こなしてて、なんか被りこなすっていうのは、うんうん、なんかちょっと帽子、なんていう、そういう表現したらいいかわからんけど、すごいさ、難しいやつ着てて、被ってて、うん、めっちゃいいよね。うん、そう。なんか、料金だからこそ着こなせる感じだよね、この感じも。あ、そうそうそう。なんかさ、やっぱ難しいアイテムってさ、上級者じゃないと、もう正直使いこなせないっていうか。ね、そういうのになってるよね。でもね、やっぱね、何よりも、この、ハーパーズバザー。すごい、言わなきゃいけないチャレンジみたいななってる？ほんと言いづらくて。慣れないね、ハーパーズバザーって。あ、今言えた、すごい。今言えた、言えた。まあこのハーパーズバザーのインタビューはさ、結構内容良くて、うん、いやそう面白かったよね。そうそう、なんかぜひ知らない方はさ、こう見ていただきたいんだけど、なんならも私はもうツイッターで教えていただいたのよ、これを。あー、素晴らしいね。そう、見たらもうほんと、なんか何がいいってさ、
まあ、ほんとピンポイントで申し訳ないんだけど、心に残るクリスマスの思い出について教えてくださいのところはめちゃくちゃ好きで。いやー、マジでそこ最高だったよね。いや、そう、全員いい、そこ。わかる。全員のエピソードいいよね。そう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 。でもやっぱちょっと言わせて、りゅうちゃんのさ、クリスマスに近づくとさ、サンタさん用の家を段ボールで作って、お茶用意して、気遣いを徹底していましたっていう。くーってなったかね。ねえ、かわいいサンタさん、お泊まりするそこで。ねえ、お家来てもくつろいでくださいねっていうさ、おもてなしのさ、ジャパニーズ魂がすごくて。そうだね。いや、そこまで深く。そうだね、でも。でも何より可愛くない？なんかおもてなしようみたいな。うん、滝川クリステルしようって思ったってことでしょ？そうだね。まあ、そうなんかわからんけど、まあでもおもてなし精神だよね。そう、めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。お茶も用意してだって。ねえ、それでさ、もう見れるわけじゃないからさ、来てくれるかな、ホクホクみたいな感じで寝るってことでしょ。めっちゃ可愛くない？そうだよ。めっちゃ可愛い。もう。ねえ、そのお茶さ、朝なくなっとったかね。やっぱご家族の方が飲んでくださってるんだ。ちょっと違うよ、サンタさんだから。あ、サンタさん。すごい設定に忠実な男だからさ。そうだね、すごい今うざってなったもん。うざ。やめてよ、 UZA じゃんそれ。AKB っぽく言ったから今。うん。あとはさ、レオくんのさ、なんかサンタさんと心が通じ合ってるから、なんか欲しいものは言わないみたいな、うん、でもう親御さんに言ったら、なんか欲しくないおもちゃが届いたみたいな。全然伝わってなかったね。ね。悟るんかね、そういうのでね。なんか、あれみたいな。うん。まあ確かにそうやってね。レオくんもテスト出したり、社長じゃない？テストみたいなの出したんだね、多分、親子さんに。ああ、なるほどね、なるほどね。でも、りょうきのやつも結構テストっぽいよ。うん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 。ゲーム名前わかんなくて雑な説明書いたら、親が困ってた、みたいな。でもなんかちゃんと届いたっぽいから、親御さん正解してたね。うん。ねえ、なんか、そういうエピソードちゃんとあるんだね、みんなね。ねえ、そう。思った。クリスマスのエピソードなんかないなと思って、僕自分のこと思い出したら。ああ、確かに、私もないかもしれんわ。ええ？いや、もう寂しいからさ、うちらもなんかさ、ツリーの前に、なんかお手紙書いておきましたみたいなことを今後言おうよ、もう。いやいや、アイドルじゃないか、別に。何の話？いや、それだったら俺ダンボールのお家作るわ。あ、ちゃんと、うん、お茶も用意して。いいな、リュウちゃんじゃんそれ。そう、リュウちゃんになりたいん。あとはソータがさ、そのダンスチームを辞める後輩に、まあ、スワロフスキーのジュエリーをプレゼントしたことがあるって。いやさ、いやすごいよね、まあ、今回さ、そのスワロフスキーさんとのさタイアップっていうのもさあるけど、なんて言うんだろう、そういうスワロフスキーさんのエピソードがあるのもすごくない？あ、そうそうそう、なんかさ、その前から、僕は以前から利用しててみたいな感じだったじゃん。うんうんうん。ねえ、なんかすごいよね、なんていうの、なんかちゃんとアクセサリーにお金かける方だなと思ってさ。ねえ、しかもでもさ、辞める後輩にプレゼントだからさ、え、プレゼントでスワロフスキーあげるの？確かに、だってさね、後輩だしね、なんていうの、結構値段もするじゃん、プレゼントとしては、うん、まあ一応ピンキリだと思うけど、プレゼントはさ。でもなんかすごいよね。そう、だってソータだってまだ若いのにさ、でまだ B ファンの前でしょ、うん、多分ダンサー時代だからさ。だってさ、ダンサー時代ってことでしょ、もうその時にすでにさ、プレゼントでスワロフスキーあげてるソータかっこよと思って。いや、ほんとそうだよね、なんかさ、うん、なんかイケ散らかしすぎじゃないそれ、先輩だったら。マジで、そうそう、いや、そんな、こんなの惚れるでしかないよね。なんか、え、何、神奈川だけでしょそれやってんの、本当に。何、神奈川ってどういうこと？いや、なんかさ、なんかほら、田舎出身だからさ、なんか おしゃれな 地域だと思い込んでる節があるじゃん。わかる。もう我々ね、そうね、地方出身だからね。そう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 、うん、まあ、東京とかね、そう、うんうん、
なんかそういう交流なんと思ってさ。うんうん、いやそう、なんかすごいよね、なんかすごい世界よ。ダンサーみんなそうなん？だから富山にスワロフスキーあるんか ね。いや分からん。まああとさ、インタビューの最初の方にさ、ジュエリーの、ま、感想とかどういう風に普段楽しんでるみたいなところあったけどさ、なんか結構みんなポンポン出てくるっていうか、うん、なんか私あんまアクセサリーつけないタイプなんよ。うんうんうん、そう、なくしちゃうし。なんかピアスぐらいしかつけないなみたいな感じなんだけど、結構なんか元から好きみたいな感じじゃん。ソータとか涼希とかもそうだよね、きっとね。まあみんな好きか、なんかみんな好きって感じだけど、いやなんかすごいなと思って、おしゃれすごい楽しむじゃんと思って、うん、言い方。そうだよね、なんかジュエリーのエピソードすごくあるよね。そう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 、うん、まあでもソータでなるほどって思ったのはさ、そのデザイン性が豊富でステージ映えするところも好きって言ってて、まあだからかみたいな、うん、ああなるほど、だ結構衣装っていうか、それパフォーマンスする時の一部みたいな、やっぱ自分をあの飾る一つみたいな感じでも捉えてるのかね。うんうん、あとシュントで好きだったのは、なんかソータ君とリョウキ君と一緒に買い物に行ってみたいな、ああそうね、なんか選んでもらったみたいな、一緒に選んだみたいな感じのエピソードがすっごい好きね。なんかさ、なんだろう、お兄ちゃんに選んでもらったみたいな感じなんかね。そう、なんかソータと涼希だったらもうさ、頼もしさでしかないもんね。うんうん、そうだね、もうなんかファッションリーダーというかさ、そのおしゃれ好きって感じだもんね、うん、そうだからね、教えてよ、連れてってよみたいな感じでさ、うんうん、ソータくん、涼希くんみたいな。それ足マッサージしてのやつじゃん。そう、正解。でもそうだよね、なんかさ、涼希もさ、うん、なんかなんだかんだめちゃくちゃ高いのつけてるじゃん、いつも。なんか靴もさ、うん、緑の靴だなと思ったら、それはボッティガベネタですって言われたりさ、いやたけーってなったりするからさ。そう思った思った、そうだよね、サンダルなのにみたいな。そう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 、えげつないからさ、持ってるものが、うん、うん、ねえ、いやそう、でもいいよね、なんかてか俺なんかアーティストとかってなんかそういうのめちゃくちゃやってほしいタイプなんよ。うんうん、わかるわかる。うん。ね、アーティストは着飾っててほしいし、なんかすごい高いもの身につけててほしいし。そうそう。うん。なんかかっこいい存在でいてほしいよね。ほんとそう。マジでそれ。うん、なんか、そう。そうしか言ってない。そう。だからそれをすごく楽しんでる感じも、すごいエピソードから伺えるじゃん。うん。まあ元から、元からってか、なんならデビューする前から多分そういうのだったと思うけど、だから元からね、ファッション好きなのもあると思うけど。うんうん。うん、だからなんかさらにね、デビューしてどんどんスターになられて、なられて、なられてよ、富山弁だよ本当に。あとさ、あの Q さんのジュエリー身につけてる役割とかさ、なんか意味とか、うん、で涼希さ、イリチルのユータがくれたペアのピンキーリングいつもつけてるって言ってて、うん、うわ出たと思って、なんかさ、おソロのやつがあるって聞いてたけど、うん、思った。え、てかさ、ゆうたとおソロ持ってる涼希やば。しかもさ、そのなんていうの、その前に自分を守ってくれるような感覚もあるとか言ってて、なんかその絆をさ、うん、そのジュエリーに対して感じてるってことでしょ。うん、そうだね。ねえ、やばいね、それ恋人のやつやんと思って。それ確かに、確かにそうだよ。ペアのピンキーリングでしょ。やば、いいな。たことないペアのピンキーリング。ない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 。あとはさ、そのもしメンバーと一緒にクリスマス過ごすならどんなのがいいっていうやつでさ、いやこれさ、いいよね、なんて言うんだろう、なんか妄想じゃん。言ってしまえばね。いやこれもさ、オタクが大好きなやつだから、これ。そうそうそう、でうちらなんて妄想しかしてないんだからさ。そうだね。でもなんか個人的にはさ、シュンとかあんま妄想じゃないっていうか、なんて言うんだろう、もうほぼさ、なんかお願いみたいなやつで、僕とリュウちゃんには、10代の僕とリュウヘイには大人組からプレゼントしてほしいって言って。なんかいいね、いい。なんかシュンとさ、こういう時になんか弟見出してくんのいいよね。うん、そうなんそうなん、わかる、めちゃくちゃわかる、それ、うん、ね、いいよね。黒ブラはやっぱりなんかあれなんかな。うん、なんか僕たちがマンネラインっていうか、この年下組だぜっていう意識がすごいあるのが、これで分かっていいよね、可愛いよね。そうそうそう、めっちゃいい。でさ、その黒ブラのもう一人のリュウちゃんはさ、予算を決めてプレゼント交換したら面白そうみたいな。うんうん。めっちゃ、プレゼントぐるぐる回すんかね。ねえ、可愛いね。
めっちゃいい。そう、プレゼント交換いいな。めっちゃ見たい。え、でもなんかさ、その前のさ、あの質問でさ、ジュノンさ、プレゼント交換好きなもの回ってこないの苦手って言ってて、だからリュウちゃん、ジュノン好きじゃないよ、それと思って。確かに。まあね、それがプレゼント交換の醍醐味だからね。うん。で、あと、ま、96で2022年はどんな年でしたかってやつでさ、ま、結構さ、今年、ま、すごかったけどさ、活躍は。うん。なんかその総括みたいなやつで、ま、そもそもこの質問めっちゃいいなと思ったし、うん。話してる内容全員良くて。そうだね。なんか本当に濃い1年だったっていうのが伺えるインタビューっていうか質問だよね、この答えがさ、みんなの。うん、そう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 。ちなみに、ソータはさ、その、スーパーボールのショーに出たいって言ってて、なんか今夢物語ではない気がするって言ってて、うん、なんかすごくない？スーパーボールってさ、ほらアメリカのハーフタイムとかのやつでしょ？ラグビーだったんだけど、キドルさんはね、ほんと興味ないとこだから、これ多分。でもすごいことは知ってる。名前は知ってるから、やっぱ、スーパーボールのショーみたいな、ハーフタイムショーみたいなね。まあ、特にあの、ショーマイナーサーベージとかはさ、そのアメリカの音楽もすごい好きでみたいな感じだったじゃん。やっぱそこら辺の文化も多分好きだから、うん、多分そういうのを見てるじゃん。だね。うん。で、なんかさ、特にさ、まあ、キータルさんあんま興味ないと思うけど、今年はさ、スーパーボールのショーは、めちゃくちゃヒップホップ勢だったんだよ。あ、そうなんだ。いや、もうゴリのゴリの、あ、もうキータルさんでも知ってるエミネムとかだから。あ、いや、そりゃ知ってます。ドクター・ドレイ、エミネムみたいな、スヌープ・ドッグとか、うんうん、メアリー・ジェイ・ブライジみたいな、そのなんていうの、あ、すごいじゃん。そう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 、なんかすごいレジェンドみたいなさ方々のステージだったから、うん、だから多分それですごい興奮したんかなと思って。うんうんうん。いや、そうだね。いや、だってすごいじゃん、その面々。そうそうそう。まあなんか、あれ今年だったよな。なんかちょっと、なんか今年うちらも濃かったからさ、なんかバグっとるかもしれんけど、うん、そう、でもなんかすごいいい、去年から不安になっとる。まあでもとりあえずすごかったから、なんかそれでさ、やっぱ出たいっていうのがあるんかなと思って。うんうんうん。いや、いい。いや、すごいね。でもめっちゃ大きな夢だけど、ね、なんか夢物語じゃない気がしますって言うからさ、ちゃんと確実にさ、夢をさ、うん、なんか手にしてる感覚はあるってことだよね、いろんな活動で。ああ、ほんとそうだね。うわあ、なんかいいね。そこに憧れがこうやってなんかあって口に出すっていうのもすごいいいなってなるし。夢を口に出すのってすごく大事なことだから。格言っぽいやつ、やつなんか来た。あとはでもなんかフェスのことについて言ってる人が多いよね。うん。なんだろう、その一個だけじゃなかったもんね。ほんとにたくさん出てたからさ。なんかどのフェスも多分特別だろうし、なんかどれもすごい自分の糧になったみたいな感覚があったんだろうね。うん、いや、そうだと思う。で、ジュノンがさ、今までの人生で一番濃い1年だったって言っててさ、で、その以前よりステージで自分を表現にできるようになったって言ってて、なんかやっぱいろいろあったジュノンだからさ、まあ、そうだね、うん、そう、濃い1年っていうのになんか重みを感じたよ。確かに、なんかさ、ジュノンの、まあ、ザスト中のさ、なんかインタビューとかでもあったけど、まあ、そもそもザストやってる時もすごい濃い1年だって言ってたような気がするし、言ってたかな、なんかそれに近いことは言ってたような気がするし、まあ、なんならそのオーディション受ける前の年かな、なんかすごい大変だった年もあったけど、なんか絶対2022年はいい意味ですごい濃い、さらに濃い年って感じなんだろうね。うんうん、そうだね。よかったね。うん、いや、そう、ほんとよかったなと思ってね。え、確かに。だってまさかさ、シーズ・ジュノンになると思わんかったもんね、ジュノンも。そうだね。それはそう。もう幅がね、仕事の幅がね、すごいよね。ね、だってさ、ジュノンってさ、うちらはさ、勝手に、本当に勝手にだけど、ポテチジュノンとか言ったりさ、もちもちアザラシジュノンとか言って、今度シーズ・ジュノンだぜ、新しいのが。いや、もう、びっくり。どんなキャッチフレーズ、統一感なさすぎやろ。ほんと急にセクシーさとかね、色気がね、すごいことになってしまわれて、本当にあれいね。だからほんとさ、ジュノンの振り幅がすごいよね。うん、ほんとに。で、以上でね、今回は BE:FIRST がスワロフスキーまとって、で、さらにハーパーズバザーのインタビューに答えてたんで、そちらの話してたけど、ハーパーズバザー言えた。最後の方すごい順調だよね。いや、ほんとさ、最初にも言ったけど、もうこの
スワロフスキーさんのビジュアルが良すぎて、うん、うん、マジでこれほんと良かったね。いやほんと可愛い、なんてか可愛い、可愛いおかしいか、ほんと良かった。うん、うん、いやマジでなんかこれからもスワロフスキーさんお願いします案件並みにやばかったよ本当に。いやわかる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 。てかさ、うん、スワロフスキーってすっごい言いづらいね、また。いや、そうなの。バーズバザーも言いづらいしさ。そう。スワロフスキーも言いにくいしね。ね、あとさ、その全体の、私言い忘れたんだけどさ、全体の写真ね、うん、ビーバーストの、うん。なんかさ、うん、ちょっとメイクとか衣装とか若干違うじゃん、そのユニット的な写真と。うん、うん、うんうん。なんか、シュンとベレー帽でさ、なんならさ、その私ツイッターでね、可愛い子にはベレー帽かぶせろって言われながらこの写真送ってもらった気がするんで、この構図ではなかったんだけど、そう。なんかもう、うちらの格言みたいなやつすごい浸透してて嬉しいと思って。すごい。その送ってくださった方すげえ分かってらっしゃるじゃん。そうそうそう。だし、マジでシュンとすげえ可愛いってなった。うん。わかる。このさ、いいよね、ベレー帽のシュンと。そうそうそう、なんか可愛いよね、うん、てかもうシュントとかリュウちゃんすぐ可愛いってうちら言っちゃうからさそうだね。まあだから今回はね、みんながすっごい美術すごかったし、インタビューも良かったということで、だからさ、次の BE:FIRST の新しい情報が楽しみだよね。そうだね